ポンポンとパンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日は何か神奈川のトラブルとかありますかっていう風に来てたみたいですか。はい、神奈川のトラブルってありますか。ありますね。神奈川の山口組のトラブルっていう感じで来てるんですけど。はいはいはい。じゃあ今日はその話をしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、5代目山口組当時の増田組の愛さんの話を今日はしたいと思います。はい、愛さんはね、はい、稲川会のある枝の組織から覚醒剤を引いてたんですよ。はい、でその覚醒剤を知り合いの、はい、物屋さん、しゃぶ屋さんですね、はい、に渡してたんですよ。はい、それで大体愛さんの次の取り分が100万円ちょっとぐらいのしのぎになってたんですよ。はいはいはい。でしゃぶ屋がフットワークがものすごく軽くて、はい、もう愛さんの射程みたいな感じだったんですよ。なるほど。で愛さんも便利使いよくしてたんですよ。はいはいはい。明日方面があるから人間3人出してくれとか、ね、はい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 、車を1台出してくれとか、はい、もう自分の射程のように使ってたんですよ。はい、まあ、心を許してたんですよね。なるほど。言い方をしたら、はいはい、それである日しゃぶ屋の処理が売り子の子がパクられたんですよ。はい、それでちょっと売りをストップすると、はい、寒いからね、はいはい、芋づるでパクられたらあかんから、はい、ストップすると、はい、でも愛さんにしてみたらしのぎがなくなるわけじゃないですか。確かに。お金が入ってこないんですよ。そうですよね。で1ヶ月して2ヶ月した時に、はい、もう再開しろと。はい、でもしゃぶ屋はいやもうちょっと置きますと、はい、警察が目つけてるかもわかんないから置きますと。なるほど。言ったんですけど再三にわたって、はい、再開しろ再開しろって言うんですよ。はい、じゃあもうしょうがないからわかりましたと。はい、でいやいや再開するんですよ。はい、そしたらやっぱり2ヶ月ぐらいしたら、はい、売り子2人と客5、6人いっぺんにパクられたんですよ。はい、内定されてたんですよね結局。なるほど。でパクられて、はい、しゃぶ屋が愛さんにちょっと愛想つかして、はい、自分のことばっかり考えるからうちがこういう目に遭うと、はい、いうこと、まあ、文句を言うんですよ。はい、愛さんは誰に言うとんやと、はい、お前どこにも覚醒剤おろせへんぞと、はい、お前に覚醒剤の商売させへんぞと、はい、まあ、言うんですよ。はい、まあ、そのしゃぶ屋の子は、じゃあ好きにしろよと。はい。もう、あんたの好きにしていいよと。はい。別にしゃぶなんかほっかる、ほっかるのも買えるから。はい。あんたが倒れなくてもいいんだよって言うんですよ。なるほど。まあ、愛さんは、やれるもんならやってみと。はい。いうふうに、せいで仲悪くなって終わるんですよ。その関係がね。はい。そっから、半年ぐらいしてから、はい、そのしゃぶ屋がまた再開するんですよ。はい。パクられたから止めてたんですよ、半年ぐらいね。はいはい、はい。まだ再開するんですよ。はい。そしたらあるとこから話が愛さんのとこ回ってきて、はい、愛さんがもともと買ってた稲川会の枝の組織の人間からそのしゃべりが覚醒剤を買ってたんですよ。はい、それ聞いて愛さんをクレーム入れるんですよ。はい、稲川会の方にね、はい、俺の先に何勝手に覚醒剤売っとんねんと。なるほど。な、何を言うてんねんと。はい、うちは覚醒剤売るのが商売だと。はい。客がおったら覚醒剤出すだなと。はい。で、逆に山返されるんですよ。はい。まあ、愛さんも、まあ、そらそやなと思うんでしょうね。はい。その時に。はい。わかったと。はい。でも、俺の客、愛さんが何がその喋りに客を紹介してるんですよ。はいはいはい。そこには出さすなよと。そういうふうに稲川に言うんですよ。はい。でもそれは直接その人間と喋ってくれと、はい、うちは関係ないって言うてパン開けられるんですよ。はい、で愛さんはそのしゃぶ屋に連絡取るんですよ。はい、俺の客には出すなよと、はい、出してないよと、はい、他からこう取るんかもしれへんけどうちは出してないよと、それにもそんなしょうもない電話してこんといてくれって言われるんです。はい、で愛さんはイラ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 してるんですよ。はい、である日そのしゃぶ屋がね、はい、またパクられるんですよ。はい、バタバタバタと。はい、そしたら稲川から今度電話かかってきて、はい、愛さんあんたウドだやろと、はい、殺人チンコロシャやろと、はい、その愛さんしかわからない場所とかがあったらしいんですよ。なるほど。そことかにもガサが入ってるんですよ。はい、でパクられみんなパクられるんですよ。はい、稲川の方にもガサが入ってるんですよ。はい、これはもう絶対愛やと、はい、あいつしかおれへんってなるんですよ。なるほど。で
呼び出されるんですよ、はい、愛さんがね、はい、で夜ファミレスで会うんですよ、はい、で愛さんも一人人間を連れて行って、はい、稲川街は6人ぐらいか7人ぐらいで来てるんですよ、はい、でそこでバーッて口論になるんですよ、はい、愛さんは俺じゃないと、はい、俺が殺人チンコロするようなことせえへんと、はい、俺はヤブダだよと、はい、ヤブダが警察されるようなことするわけがないやろと、はい、もしあんたならけじめとして1000万円現金つけろって言うんですよ。なるほど。で愛さんは分かったと、はい、その代わり俺を騙し討ちするようなことするなよと、向こうで組むなよっていうことですね、はいはいはい、するなよと、そんなことしないと。だから愛さんも、はい、もし俺じゃなかったら1000万円払えよと言うんですよ。なるほど。愛さんも分かったと、はい、言うて分かれるんですよ、はい、それから1週間ぐらいしてから、はい、そのチンコロした人間が、はい、シャブ屋の売り子だと分かるんですよ。なるほど。愛さんじゃなかったんですよ、はい。そして稲川の人間と愛さんと会った時に、稲川の人間は頭を下げるんですよ、愛さんに、はい、疑ってすいませんでしたと、はい、申し訳ないですって頭を下げるんですよ、はい、でも1000万円の約束があるやろと、はい、その気持ちは分かったと、はい、でも1000万円どうすんねんと、はい、今持ってきてくれてるんかと、はい、いや持ってきてないと、はい、今すぐ用意できへんと、じゃあどうすんねんと、指なんかいらんぞと、はい、1000万円は1000万円の約束やろっていう話を愛さんが詰めてするんですよ、はい、あ、向こうも分かったと、はい、でも現金がないから、はい、1年間にわたって、はい、覚醒剤で1000万円も出させてくれって言うんですよ。なるほど。で、愛さんも分かったと、はい、値段の変動はあるかも分からんけども、はい、1000万円分として、まあ、1キロか 1.5 かちょっとその辺は分かんないんですけど、定かじゃないんですけど、その分を1年間で出してくれと、はい、いうことになって、はい、愛さんそこから人間集めて、はい、しゃぶやするんですよ、はい、自分の手でやるんですよ、はい、前まで任せてたんですよ、はいはいはい、今度は自分が頭になって、はい、下に人間を置いてやるんですよ、はい、そして別のとこからも覚醒剤引くんですよ、はい、で覚醒剤をもう手元にキロ単位で置いて、はい、売り子に売らすんですよ、はい、普通1キロってね、はい、100グラム単位ぐらいで出すんですよみんな、はいはい、1キロ持ってる人間はね、はい、でも愛さんは1グラムからも出してたんですよ。なるほど。それで愛さんみる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 儲かっていってね、はい、で一人この愛さんの下におる番頭してた人間が、はい、しっかりしてるそうだったんですよ、はい、でもこの人間知ってるんですよ、はい、この人間から聞いた話なんですよこれね、はい、この人間がしっかりしててね、はい、下の人間を上手に教育してるんですよ。だからパクられても、はい、届かないんですよ愛さんまで。なるほど。っていうか愛さんの存在すら知らないんですよもうその人間の売り子は。なるほど。だからもう綺麗に組織化されてたんですよ。はいはいはい。で愛さんのところに金が毎日のように何十万何十万何百万って入ってくるんですよ。はいはいはい。それで愛さんもみるみる儲かっていって、はい、それで愛さんも肩気になるんですよ。はい。まあ五代目当時に肩気になったんかなってなるんですけど、はい、それでもしゃべりは続けるんです。はい。それで別荘を持ったりとか、はい、あのもう人間もものすごく集まってたし、はい、あの誕生会やでもう100年ぐらいで誕生会するぐらいの力持つんですよ。まあお金が結局あるからね。すごいですね愛さん。はい、愛さんすごいんですよ。はい、それその番頭はパクられたんですよ。あ、番頭さんがですか。パクられたんです、はい、15年ぐらい渡れてるんですよ。うわ長いですね。はい、でもその愛さんのことを疑わんとね、はい、行くんですけど、はい、愛さんは差し入れも何もしなかったんですよ。わあ、弁護士はつけたらしいです。はい、でも差し入れも何もしなくて、もうその方も帰ってこられたんですよ。はいはい、帰ってこられてるんですけど、何もしてくれへんのと。それはひどいですね。はい、でもやっぱりそれをしなかったから、愛さんはそこからその覚醒剤の商売としては失敗したんです。終わったんですよ。もう。なるほど。でもその分もお金は貯め込んでました。ああ、もうだからもうそれだけもうやらなくてもいいぐらい儲けたって。儲けたんでしょうね。でも、あの、仲は悪いです、その二人は。あー、なるほど。はい、もう、愛さんもいいお年だと思うんですけど、はい、その坂東氏の人間も、まあ、そこそこの年ですけど、はい、あの、いつか殺してやりたいって、未だに言うてます。あー、何もないことを願うばかりですね。はい。わかりました。今日はありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。See you!